こんにちは、褒めまくりです。皆さんお元気ですか？心身ともに絶好調ですか？さて、今日は日本の伝統であるお布団についてのお話です。褒めまくりは布団で寝ています。一時期数年間ベッドにしたことがあるんですけど、背中が痛いし首は痛くなるし寝た気がしないし熟睡できなくて布団に戻しました。布団は背中が伸びるし熟睡できるし場所は取らないし簡単に太陽に当てられるし干せますしね。非常に衛生的です。現在のコロリン祭りで日本人の死者が少ないのは、日本人の生活様式であるお風呂に毎日入ること、毎日外出したら手洗いすること、毎日うがいすること、こんなこと当たり前すぎて日本人にとっては苦ではありませんよね。逆にそれをしないと気分悪いですよね。その生活様式の中で布団文化もコロリン騒動で日本人の死者が少ない一因でもあるのかなと最近思いました。太陽の紫外線に当てて布団を干すことって殺菌にもなりますしね。当然布団についたウイルス、細菌、ダニ等を抹殺することができます。ベッドだと掛け布団は干せますけど敷布団は干せませんよね。なかなか欧米では歴史上ベッド文化ですよね。しかしちらほらと布団に移行してる人も出現しているという話は前々から聞いていたんですけど、その布団文化がじわりじわりと欧米の中で進行中だとのことなので、今日ご紹介しますね。題して、海外で床に布団を敷いて寝る人が急増か。海外で床に布団を敷いて寝る人たちが増えていることが判明。欧米人、日本の布団の魅力に気づき始める。布団は体にも良いし、本当に素晴らしい。最後に海外の反応をお伝えします。では早速行きましょう。なぜ床で布団で寝る外国人が増えてるのかというと、最近流行りのミニマリストの存在が大きいようです。実はミニマリストの人たちを中心に布団はスペースを有効活用できて、さらに干すのも簡単で健康的だという理由で急速に広まり始めてるんだとか。実際 YouTube には欧米人が布団を使ってみた的な動画が多数アップされています。さらに布団は欧米のふかふかベッドよりも背中に良いということも分かっていて、背中や腰などに問題を抱えている人が布団で寝るだけで改善したなどという口コミの効果も大きいようです。もちろん床で寝るなんて信じられないという人もまだ多いのですが、一昔前と比べると床に布団を敷いて寝ることを肯定的に捉える人は確実に増えているそうです。以上です。次に海外の反応をお伝えします。日本の布団がどのような作りになってるのかは知らないけど、日本に行って布団で寝るとよく眠れるんだよね。正直マットレスで寝るよりもいいって思ってたんだよ。私は床にヨガマットとベッドシーツを敷いて寝始めたんだけど、今後は畳と布団を購入してみようと思ってる。自分も床で寝てみたんだけど、なぜか朝起きたらベッドで寝てたわ。あなたの体には合わなかったのかもな。布団で寝るときって枕は使うの？枕は頭や首や脊椎を支えるものだからかなり重要だよ。布団で寝るときってどんな感じで寝るの？仰向け？快適なの？私は仰向けか横向きで寝てる。慣れるまでに4日くらいかかったけど、今じゃとても快適に寝られるようになったよ。床で寝る場合って畳を敷いた方がいいの？私はカーペットの上にシーツを置いてそこに布団を敷いて寝てる。畳は必ずしも必要ではないよ。畳の方が湿気がこもらないんだよ。布団をカビさせないためには畳の方がいいかもね。布団って洗濯機で洗えるの？布団は結構大きいから洗濯機に入らないと思うよ。布団は太陽の下で干すだけで良いんだよ。私のいとこは布団をカビさせないために布団の下に2本の畳を敷いてるよ。
さらに日中に干して乾燥させたりもすると言ってたね。布団って毎日干して乾燥させた方がいいの？私はそうしてるよ。布団を使ってると布団の下に湿気がたまることに気づいたからね。と言っても布団干し用のスタンドにかけるだけだよ。実は私も床に毛布を敷いて寝るという生活を20年間やってるよ。ちなみに俺は路上で3ヶ月間寝てたことあるよ。体は大丈夫？ねえ、床に布団を敷いてある部屋にどうやって女の子を招待できるというの？俺は女の子にそれで帰られるのが怖いから布団を使う気になれないんだよ。あなたが本当に魅力的で素敵な人なら女の子もそんなあなたの生活スタイルを悪くは思わないはず。つまり全てはあなた次第だってこと。この布団で寝る人を低評価にしている人たちはきっとハンモック派の人たちだろうね。以上です。いかがですか？どう思いました？どう感じました？褒めまくりの感想としては、欧米人も布団の良さを気がつき始めたかとにやりと笑ってしまいました。クククククク笑い。近年日本人は逆にベッドに移行してる人も多いですよね。ベッドにはベッドの利点があります。いちいち布団を片付けなくていい。布団を干す頻度も減るでしょう。これは非常に不健康なんですけどね。非衛生的なんですよね。褒めまくりも一時期ベッドに移行したことがあるので、ベッドにはベッドの利点がありますよね。まあでも日本のお家事情、敷地が狭い、部屋が小さいを考えるとやっぱり布団の方がいいですよね。そして何より健康的、衛生的だということです。ベッドの下って埃がたまるんですよね。いくら掃除しても届かないところがありますしね。そして何よりウイルス、細菌、ダニです。これはやはり太陽の滅殺パワーがなければどうにもなりません。お日様に当てて干すのが一番です。何より太陽に向かって干すと布団がふかふかになりますからね。そしてやはり自分の体の健康を考えたら布団がベストです。背中が伸びる、腰痛持ちの人には最高。首も伸びる、ベッドから落下する恐れもない。クククククク笑い。褒めまくりはベッドから布団に戻して大正解でした。また布団とともにこたつも使ってる欧米人も増えてきてるみたいですよね。いろいろ調べてみると布団も欧米では発展していて、ベッドと布団の中間的なものも出現してるみたいですね。お寿司が世界に広まってカリフォルニアロールみたいに発展していったような感じでしょうか。日本人でベッドに変えてよく眠れない、体が痛い、首が痛いっていう人がいましたら、再び布団に戻すことを褒めまくりは推奨したいと思います。旅行に行って日本旅館に泊まって布団で寝る時のあの熟睡できる満足感、充実感、安心感、褒めまくりはたまらなく大好きです。それではまた次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。